金を返せってんだら、それなら勝負だ。一対一でな。こういうルールでやるってんだな。寝てる方が身のためだ。おとなしく寝てろ。そこで寝てる。寝てろって言っただろ。起きるんじゃない。言うことを聞かないと後悔することになるぞ。ちょっと寝ちゃいいからだ。言いやがって。まだまだ。よし、起こして。寝てろってのに。二度と立ち上がれなくなるぞ。どうかしてんじゃねえか。お前は病気だ。俺帰る。返さねえぞ、肉団子。仕事が終わってねえだろ。Texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. この口が達者な入れ墨のパイキーのあんちゃんは実は素手ボクシングのチャンピオンだった。筋金入りの強者だったわけだ。この瞬間トミーはこう考えていた。ジョージがこのまま意識を取り戻さなければ自分もおだぶつになる。きっとパイキーに殺されてジョージと共にキャンプ場に埋められる。連中がこの地を去ればそれっきりだ。後には何一つ残らないだろう。トミーは縮み上がって神に祈った。ここで祈らなきゃいつ祈るってんだ。リンくん、それ。黙ってろ。これはモイサナイトだ。ニコにしろ。なんだって。モイサナイトは人工ダイヤモンドのことだ。偽造品だよ。まがいもの、クズ同然の石ころ。つまり価値はゼロってこと。